ラブレター？はい、ラブレターをもらってしまいました。う、今朝投稿したら下駄箱に入って、お、内巻きのリア充オーラが。やめてください、僕はリア充とは無縁の男ですよ。でもお前、複数の女子から好かれるとか、立派にリア充じゃね。複数？もらったラブレターは一通ですけど。いやいや、それが他にもいるから言ってんだよなあ、ウサ。そんなことより内巻くん、ちゃんと返事するんでしょうね。それはもちろん、礼儀として当然ですから。もう答えとか決めてるの？はい、僕はこう答えるつもりです。なんて？身の程を知れ三次元が。それ却下だよ。あれ、ダメですか？トラウマになるわ。全てないよ、素材そのままだよ。まあ、つまりは断るってことね。当たり前じゃないですか、相手は三次元ですよ。そうですか、先輩にはもう他に好きな人が。そうなんだ、僕にはもう好きな人がいるんだ。だからごめん先輩。それってこの学校の女子ですか？えっとなんというか。なんか突っ込まれてるぞ。やっぱりあの宇佐美先輩のことですか？なんで？先輩たちいつも一緒にいますよね。だから好きな人って宇佐美先輩のことなのかなって。うなずけ。趣旨変わってるぞ。いや、宇佐美さんは全然違いますって。そうなんですか、私てっきり。いやだな、本当に違いますから。宇佐美さんは同じ部活に入ってるってだけですよ。宇佐美さんのアドバイスのおかげで平和に断れました。ありがとうございます。いい